はいどうもアキです、えー、ペンドラの里の、えー、高速周回パーティーを、えー、ご紹介しておきますというか自分目模様ですはい僕の中ではこのパーティーが一番早く回れます覚醒費の角づにフレンドはオーディンでスキブ要因にタケルでウリトラ呂布赤オーディンとね、まあ、これは呂布が究極進化して呂布とブリトラが究極進化してスキブが増えたことによってねできるようになったパーティーです えーと何かとね、ドラプラとか余ったりするので、ペンドラの里行ってね、で製法で余ったプラスついてのやつ加わせたりとかさえ、やったらレベ,ルレベリングが非常に意思効率的にもいい感じにできるので、ペンドラの里、皆さんぜひぜひ回してみてください。それでは挑戦していきたいと思います。挑戦。はい、これはですね、パズルを1回やったら終わりです。はいあとはもうポチポチポチと。 右から順番に押していくだけですはいブリトラはねめっちゃ早いんですよね赤おでんはこの毒の分遅くて両フはエンハンスがかかるからめっちゃ遅い攻撃するまでに時間かかるでもなんかねブリトラもエンハンスあるはずなんでまあ HP が1になる分遅いのかリョフはほらブリトラだけめっちゃ早いっていうね感じで回っています はいまあこれより早いのねもちろんあるのは知っているんですが例えばバーサーカーシステムとかね僕はバーサーカーとか持ってないのでこういう感じで回してみますこれなら組めるという方はねぜひぜひ参考にしてみていただけるとありがたい限りでございますはいご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますアディオス